読んだ？読んでねえっすよ。自意識過剰エグ。常成花咲かせると切り出すから正直苦手なんだよな。そのツイート常成が見たらどう思うでしょうか。収録終わりのタバコは最高だな。ガキどもの相手は疲れるよな。今日パチンコ打ちに行かね。キモムシなんか見ててお前ら楽しいの？キノコなんか見てて楽しいのかな。また今日も何か作って遊ぶのかよ。 PSO の方が楽しいやろ。そこに気づいちゃダメなんだよね、ゴロリくん。どうやら今のゴロリくんに不具合が発生したみたいだね。そろそろ新しいゴロリくんを作らないとね。10本アニメは何が面白いのかわからん。これ見る子供いないって。わかる。何がしたいのかわからんし、あいつらが視聴率下げてた説。お前ら視聴率ちゃんと取れてるか。前の月と比べて 3% ダウンっす。これ以上下がったらクビだからな。椅子が調子乗んなよ。前の月よりも 0.7% アップです。パチンコ痛くなったから一緒に行く人募集。どんだ？お呼びですか？ゴロリくん、今日は新世界を作るよ。やったー、僕たちが新たな世界の王になるんだね。裏垢だからぶっちゃってるけど、NHK の受信料なんて払ってないにゃん。俺らの中に裏切り者がいることが分かった。マジかよ。で、誰なんだそいつ。ニャンチューだ。あいつは NHK の受信料を払っていない。愚か者だな。奴は今自宅にいる。ワクワク、この間作っていたミサイルを自宅へ発射しろ。かしこまりました。昨日ミサイル降ってきて家燃えたんやけど。